中谷富子は日本の芸術家。人工の霧を使った霧の彫刻と呼ばれる作品組やメディアアートの活動で知られる。自然環境と人間の関係、メディア環境と人間の関係などをテーマとしている。1970年の日本万国博覧会をきっかけに50年以上にわたり世界各地で霧の彫刻を発表して第一人者となった。 ビデオアートの黎明期である1970年代から映像作品を制作し、日本初のビデオアート専門ギャラリーを設立して、ビデオ作家を支援した。芸術家と科学者のコラボレーションをする EAT のメンバーとして関わったイベントは、インターネットに先駆けた試みとして評価されている。物理学者、随筆家の中谷幸一郎は父親にあたる。北海道札幌市に生まれる。 日本女子大学附属高等学校を卒業後は、浮吉郎の仕事の関係で、アメリカ合衆国のイリノイ州で暮らした。ノースウェスタン大学美術科を1957年に卒業し、パリとマドリッドで絵画を学ぶ。ヨゼフ・アルバースの色彩や構成を学んだり、細胞分裂や植物の構造などの有機体の構造をモデルにして、制作を行った。この時期の油絵作品は、 1960年のシカゴのシャーマンアートギャラリーでの二人展や、1962年の東京画廊で展示された。再び日本で暮らすようになった1964年にマースカニンガムバレエ団と共に来日した芸術家のロバート・ラウシェンバーグと音楽家のデイビッド・チューダーに出会う。二人の仲介で中谷はエンジニアのビリー・クルーバーのコーディネーター兼通訳となった。 1966年にはニューヨークで開催された9つの夕べ演劇とエンジニアリングでパフォーマンスに参加した。同年にはクルーバーやラウシェンバーグらが設立した芸術家と科学者のコラボレーション組織であるエクスペリメンツインアートテクノロジーのメンバーとなった。1969年から万国博覧会のペプシカンのデザインチームとなり霧の彫刻を 初めて発表した。1970年代から1980年にかけては国を超えたメディアアートのイベント参加やビデオアートの制作を始めたほか芸術家グループや支援団体の設立に関わった。ビデオアートのギャラリーやビデオ作品の配給などをする法人としてプロセスアート設立などを行った。1990年代には公共空間で 霧の彫刻の制作を多数行い、多分野の芸術家とのコラボレーションも増加した。2018年からは、中谷浮一郎行きの科学館を保有する石川県、加賀市と中谷浮一郎記念財団との共同プロジェクトとして、科学館を開始した。科学の心、環境は知性である。学ぶ力を学ぶをコンセプトとする。 研究教育事業で2017年から岡崎健次郎をディレクターに準備室を立ち上げ中谷は名誉フェローを務める日本初の大規模な個展として2018年10月27日から2019年1月20日に水戸芸術館現代美術ギャラリーで霧の抵抗展が開催された中谷の作品の特徴としてプロセスへの注目 自然環境や技術と人間の関係、芸術へのインフラストラクチャーの活用などがある。自然環境との関係は、霧の彫刻のシリーズとして表現された。中谷は自然環境の問題と同様に、メディアエコロジーの問題が重要であると考えており、メディアアートをはじめとする活動として結実した。中谷の着想には、父のキチロ郎の研究姿勢も影響を与えている。 宇吉郎は自然を認識する際に重要なのは不完全性や不均一性であり分類や図式的理解ではないと考えていた。当初、中谷は絵画に用いた物質が変質していく点に注目し腐敗や物質崩壊のプロセスを作品に取り込む試みをした。コンポジションに対する故障として中谷は自らの作品をデコンポジションと名付けた。 デコンポージングシリーズの第一作はオータムであり、1950年代から1960年代にかけて制作された。やがて中谷は常に変化する雲や霧に関心を向けるようになった。中谷は人工の霧を芸術作品として発表しており、霧の彫刻家とも呼ばれる。霧は環境に敏感な媒体であり、人々が自然に対して敏感になることを、 中谷は望んでいる。アーティストの考えを反映する形状ではなく、またそれまでの彫刻作品のように答えでもなく、変化を続けるプロセスとしての彫刻を表現している。素材には純粋が使われており、彫刻そのものの中に入って体験することを中谷は意図している。中谷は当初はドライアイスやアンモニアガス。 塩素ガスなどで雲を作る試行錯誤を行っていた。EAT のメンバーとして、万博のペプシカンのパビリオンに参加した際、噴霧装置の開発者であるトム・ミーの協力を得て、1969年に水を使った噴霧装置を実現した。16ミクロンのノズルから70気圧で水を噴射して、針に衝突させ、20から30ミクロンの水の粒を作り出す。微細な水の粒が、 空気中に浮かび、霧として感知される仕組みになっている。霧の彫刻は1970年の万博で初展示され、ペプシカンのパビリオンを霧で覆った。直径27メートルの建物全体を覆う霧を作る技術はそれまでは確立されておらず、この成功で霧の彫刻は中谷の代表的なシリーズになっていった。の彫刻や自然と美の関係について中谷は 以下のように書いている。霧は視覚を通してだけでなく、人々が全感覚を通して、環境を知覚するのを助け、動き方にまでも影響を及ぼす。それは見慣れた環境に作用して、歌詞を不可視に、また風のような不可視のものを知覚可能にしてくれる。自然を美の対象と考えてはいけない。美とは、人それぞれが自分の方法で発見する自然との関係の中に、 生まれてくるものなのであろうと思うからである。霧の彫刻は美術館や公園などの公共空間を主な展示場所とする。東区城の北河原の住宅跡地のように日本の多文化共生を考える上で重要な地域も選ばれた。常設展示はキャンベラ、立川市、加賀市、ビルバオ、サンフランシスコ、ボストン、長野市などで体験できる。 舞踏や音楽など多ジャンルの芸術家との共同制作や共演もあり、鳥ャ、ブラウン、ビル・ビオラ、坂本隆一、田中ミン、KTL らと発表している。特に2000年代からはダムタイプのメンバーでもある、高谷史郎との共作が増えている。父の浮一郎と関連づける展示もあり、中谷浮一郎行きの科学館では、浮一郎が研究をしたグリーンランドから石を運んで、 グリーンランド氷河の原を展示した。また、銀座エルメスを会場にした、グリーンランド中谷藤子浮治郎では、浮治郎の業績を紹介するともに、屋内用の霧の彫刻を展示した。中谷は、環境問題と同様に、メディアエコロジーの問題に関心を持ち、メディアアアートの活動を行った。ポータブルなビデオ機器の登場は、それまでの中央集権化されたテレビ放送に対して、 個人が情報を発信する可能性を与えた。ゲリラテレビジョンの翻訳者あと書きで中谷は以下のように書いた。地球の生態系は論じられてもメディアの生態系はまだのばなし状態である。メディアエコロジーが健全に保たれなければ我々の生存は脅かされる。コミュニケーションテクノロジーは我々個人の生活にそして近くの世界にまでも直接影響を及ぼしている。 とすれば、我々は、何らかの直接努力によって、これからのテクノロジーに、ソフトウェアの意思決定レベルで、我々の価値観を反映させるようにことを運んでいかなくてならないのではないか。ユートピア q a 九百七十一年に、パリコミューン成立百周年として、ストックホルム近代美術館で、ユートピアビジョンズ1871から1981、 が開催された。参加を要請された EAT は都市を通信でつなぐプロジェクトとしてユートピア Q&A を開催しメンバーとして中谷も参加した。国際通信が高価で一般的ではなかった時代に国を超えた自由な個人の対話を目的とし技術にはテレックスを使用した。会場はストックホルム、ニューヨーク、ボンベイ、東京の4都市となり 東京会場は、銀座ソニービル4階の富士ゼロックスのショールームとなった。会話のテーマは、10年後イコールあなたも生きている未来で、10年後を考える質問と回答の形式で行われた。テレックスで質問を他の会場に送り、受け取った会場で翻訳され、集めた回答は当日のうちに各地に返送された。この会話は1ヶ月間続いて400以上の q 映画やりとりされ、中谷や小林は、工藤、森岡有志らによって東京は、最も活発な会場となった。ユートピア Q&A は、個人と個人をグローバルに結ぶ試みとして、インターネットや、ソーシャルネットワークサービスの先駆けとも評価されている。ビデオアート、ユートピア Q&A 開催後に、ビデオ作家のマイケル・ゴールドバーグがカナダから来日した。 ゴールドバーグはビデオを開発した国である日本で、そのメテウムを使った芸術が、どのようなものか関心を持っていた。中谷は EAT を通じてゴールドバーグと会い、山口勝弘らと共同して、ビデオアート作品を制作するために、芸術家に呼びかけ、ビデオ撮影のワークショップが行われた。中谷は、ゴールドバーグとの出会いをきっかけにビデオを使うようになった。 そしてディスコミュニケーションをテーマとした作品を考え、撮影現場には、公害病である、水俣病の抗議活動を選んだ。当時、水俣病患者の支援団体、水俣病を告発する会は、窒素本社がある、三菱重工のビル前で、抗議の座り込みを行っていた。中谷は、座り込みの参加者を撮影し、撮影した動画を、抗議活動の参加者に見せた。 抗議活動の参加者は自分たちが映る姿を見せてもらったのは初めてだったと言い、喜んだ。中谷はビデオのフィードバックの有効性を学び、この作品は2月に開催されたビデオコミュニケーションドゥイというアセルフキット店で展示された。中谷はソニービルで開催されるサイバネティックアートリップ73というアート店で作品を依頼された。中は 小林は、工藤や森岡雄氏との活動を通して、知識を資源をして捉え、文化や知恵の伝達をビデオとコンピュータで行う方法を考えた。そして、文化の継承、知恵の記録、共有というテーマで老人にインタビューをして、その内容をアーカイブにすることを企画した。老人が選ばれたのは、利益や消費の観点からは阻害されがちな人々の知恵を、 集めるという意図があった。中谷は小林や森尾からと老人ホームでインタビューを行い25時間分の映像を撮影した。1973年当時の技術ではアーカイブへのランダムアクセスは不可能だったため映像をテーマ別に整理して展示した。自然を観察した作品として雲が巣を作るまでのプロセスを撮影した。 風に乗って一本の線を飛行がある。自然をありのままに撮ることを目的とし、巣が完成するまでの全体が収録できるまで何度も撮影した。身体動作に注目した作品として、中谷自身が2個の卵を同時に立てるまでの11分間の試行錯誤を撮影した。卵の生理器学や鉛筆を削る手の動きを撮影した、コーディネーション、右手、左手、そして 全の経典を読む修行像の動きを撮影した、総除時などがある。ゲリラテレビジョン翻訳メディアアクティビストのマイケル・シャンバーグとレインダンスコーポレーションは、1971年にゲリラテレビジョンという本を出版した。これは政治における権力や経済における大資本と結びついたマスメディアに対し、草の根活動の多様なビデオ文化の普及を目的とした実践書だった。 ビデオの使い方を説明するマニュアルとメディアのシステムを分析したメタマニュアルの部分に分かれており、カウンターカルチャー、人工知能学、ドラッグカルチャーの発想やスタイルで書かれていた。中谷は日本においても権力、資本、メディアに同様な関係があると考え、1974年にゲリラテレビジョンを翻訳した。中谷は EAT をはじめとして、 芸術家と科学者をつなげる活動を行い、株式会社プロセスアートを設立したほか、芸術家を支援する活動を行った。マイケル・ゴールドバーグの提唱により、1972年に銀座ソニービルでビデオコミュニケーション・ドゥイット・ユアセルフ・キット展が開催された。これが日本初のビデオアート展となった。ビデオ作家の活動が日本でも始まり、アーティストグループ、 ビデオ広場が設立された。設立メンバーは中谷の他に山口勝弘、小林枠堂、川中、信弘、東野義明で、山本慶吾、松本敏夫、宮入クローらが加わった。ビデオ広場のオフィスは新橋にあり、緩やかなグループとしてプロジェクトを企画した。ビデオアート制作のために小型ビデオ機材であるポーターパックなどの貸し出しも可能だった。 メンバーはマスメディアの映像報道について批判的であり、フィードバックがない一方向のメディア報道を情報と呼び、ビデオコミュニケーションとは区別した。中谷はビデオ広場の活動を通して日本のビデオアートを国外に紹介した。中谷はビデオ広場の活動でビデオ作家のラムジュンパイクやエレクトロニックアーツインターミックスのハワードワイズらと交流した。中谷は EAI のビデオ作品の日本配給権を得て、日本初のビデオアート専門ギャラリーとして1980年にビデオギャラリースキャンを設立した。ビデオギャラリースキャンでは、ビデオアーティストの個展、ニューヨークのアートやアンダーグラウンドなシーンのビデオレポート上映などが行われた。1981年からは、日本の若手作家の公募展が始まり、作家を輩出した。 古典シリーズのスキャンフォーカスもあり、様々なイベントを通して、インディペンデントなビデオアートの拠点として、世界的に知られた。1987年には、ジャパン87国際ビデオテレビフェスティバルが開催され、芸術関係者の他にもエンジニア、テレビ関係者、学者などが参加して1992年まで継続し、芸術家が活躍する下地となった。 ありがとうございます。